佐藤春夫役「魯迅」「故郷」「私は厳しい寒さをものともせず二千里の遠方から二十四年ぶりで故郷へ帰ってきた」「冬も真っ最中となった頃やっとのことで故郷へ近づいた折から」 天気は陰気に薄曇り冷たい風は泉室の中まで吹っ込んできてピューピューと音を立てている戦争から外を覗いてみるとどんよりとした空の下にあちらこちらに横たわっているのは惨めなみすぼらしい村であった活気なんてものは点であったものではない自分の心には 抑えきれない裏がなしさがこみ上げてきた「あ、はあ、二十年この方忘れる人でもなかった故郷はこんなものではなかった。我が心に残っている故郷はまるでこんなところではなかった。故郷にはいいところがどっさりあったはず。その美しいところを思い出し見なければならない。 その好もしい点を言ってみようとすると私の空想は消えてしまい表す言葉もなくなってしまって目の前に見る通りのものになってしまうそこで私は自分に言って聞かすには故郷は元からこんなところだったのだそうして昔と何の変わったこともないのなそれなのに自分は今まで裏悲しく思ってみたこともなかったこれはただ 自分の心持ちが変わってしまっただけのことなのだ。というのは自分が今度故郷へ帰ってきたのは決して上機嫌で来たのではないからだ。私はこの度は故郷に別れを告げるために来たのである。私たちが何代かの間一族が寄り合って住んでいた古い屋敷が もう競売にあって他人の手に売り渡されてしまい明け渡し期限は今年いっぱいだけでぜひとも来年の元日にならないうちに私たちはこの馴染み深い古家に別れまた住み慣れた故郷の地を離れ家を引き払ってどこか暮らしの立つ土地へ行ってしまわなければならなかった次の日の朝私は自分の屋敷の戸口に来た 河原の角には多くの枯れ草の檀形が風に吹きさらされながら生えてさながらにこの子化が持ち主を変えなければならない原因を解き明かし顔であった幾棟かの母屋はもうあらかたの運び出しが済んでしまったらしく大変ひっそりとしていた私は自分の住まいの胸へ近づいたが母は 早くも私を待ち受けて出てきたそれに続いて飛び出してきたのは八つになる老いの本ンであった母は大変機嫌が良かったがそれでも浮かぬげな景色はありありと見えた私に腰を下ろさせ休ませてお茶をくれたしばらくは家を片付けることの話もしなかった 本案はまだ私を見たことがなかったものだからそばへは寄りつかずにまじまじと私の顔を見つめているのであったさて私たちはとうとう家を片付ける話を始める段になった私はどこかに仮住まいを借りておいてあるかとかそれからさまざまな家具は売ってあるかとか言ったそれからまた 家にある木の道具類は売ってしまったがいいというのでまた取り出してきて積み足した母もそれがいいというそれから荷造りは大体済んで取りそろえてあった木の道具類で持ち運びに不便なものはこれも大方売れてしまっただがこれは一向お金にはならなかったお前 一二日体を休めたら近しい親戚たちを一度お尋ねしてきてねその上で引き上げることにしようよ」と母が言った「はいそれからルントゥーだがねあれは家へ来る旅ごとにいつもお前のことを聞くよ大変お前に会いたがってね私はお前が帰ってくる日取りは知らせておいてやっているからあれも今にすぐ来るだろうよ」 この時私の頭にはふと一服の真意的な画面が思い浮かんできたものである根性色の空に一輪の金色の丸い月が出てその下は海岸の砂地で一面に見渡す限り青々としたスイカが植わっているその中に一人十一二の少年が 頂には銀の首飾りをかけて手に一本のさす股を構えて一匹の海狸をめがけて精一杯で刺そうとしているのだが海狸は身を翻して彼の股の下からくぐり抜けて逃げてしまったのであったこの少年というのがルントゥであったが私が初めて知った頃にはまだ十かそこらであった 今からもう30年もうう、年っているであろうこの頃は私の父親もまだ財政で家も豊かにやっていて私も一人前の若旦那であったこの年は私の家ではある大きなお祭りをする年にあたっていたこの祭りというのは30年以上もたってやっと一度巡り合わすというもので従って大変丁調にすべきもので 正月中に祖先のの像を祀るのであった「お供え物もすこぶる多いし再起もすこぶる吟味するお参りをする人もまたすこぶる多いそれで再起も盗まれない用心がすこぶる必要であった私の家にはただ一人の万遊がいた一体私の郷里では人を雇うに三通りに分かれていて 年給を決めて人の家で働く者をチャンネンと調するし日給で働く者はトアンコンといい自分で工作をする傍ら自分の仕事の手すきになって租税を納めなければならない時になった頃人の家へ働きに出る者を万ゆえというのであるあまり忙しいというのでこの使用人が私の父に向かって 自分の子のルントゥを呼んで、再起の晩をさせてはと申し出た。私の父も賛成をしたので、私も非常に喜んだ。私は、かねがね、ルントゥの名は聞いていた。年も私とほとんど同じくらいだとも知っていた。ウルーの月に生まれて、五行の中の土が欠けているというので、彼のお父さんがルントゥと名付けたのであった 彼はお年をかけて小鳥を捕らえるのが上手であった。私はこの日から毎日毎日新年を待ち遠しがった。新年が来ればルントゥもすぐにやって来る。やっとの思いで年の暮れになった。ある日のこと母が私にルントゥが来たと話した。私はすぐに飛んで行ってみた。彼は台所にいた。 赤い色の丸いほをして頭には小さなフェルトの帽子をかぶって首にはキラキラと光る銀の首飾りをしているこれを見ても彼のお父っつんが彼を十分に可愛がっていることはわかるのだが彼が死なないようにというので神や仏にがをかけてこの首飾りをさせているのであった彼はひどく人見知りをした だが私にだけは怖がらないでそばに人のいない時などには私と口を聞くのであったこうして半日も経たないうちに私たちはすぐによく馴染んでしまった私たちがその時どんな話をしたものだったやらただ覚えているのはルントゥが町へ来てさまざまなものを見た話をしてはしゃいでいたことだ 次の日私は彼に鳥を取ってくれと言うと彼が言うにはそれはダメだめだ大雨の降った時か何かだといいのだけれど地面に雪が降ったら雪をかき分けて空き地を少しこしらえて短い棒でもって大きな平猿を支えておいてもみをまくのだそうして小鳥どもが杭に来るのを少し離れたところから見張っていて 地面に立てている棒に結びつけている糸をちょっと引くと小鳥どもは竹ざるの中へふさって捕まってしまういろんな鳥がいるぜうずらだのシャコだのアイセだのそこで私はまた雪が降ってくれればいいとしきりに思ったルンドゥーは私に向かって言う「今は寒いけれどお前 夏俺たちの方へ来るといいな。俺たちは昼間は海辺へ行って貝殻を探すのだぜ赤いのやら青いのやらいろいろあるよ鬼を怖がらせるようなのもあれば観音様の手のようなのだってあるさ夜になるとチャンについてスイカ畑へバンに行くんだお前も行こうや泥棒のンするのうんにゃ 旅の人が水気が欲しくなってウリを一つ取って食うなんてのはオラがの方じゃ泥棒のうちへは数えねえや。バをしなきゃならぬのは海だぬきさ。月の明るい時にガリ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 言う音が耳に入ったらそいつは海だぬきのやつがスイカをかじっているのさ。どころすぐにさすまたを構えて忍び足で進みよってさ。私は この時この話に言う海ダヌキというのはどんなものだか知らなかった今日でさえも知っているとは言えないただなんとなく小さな犬みたいなもので大変凶暴なもののような気がしているけれどもそいつ人に噛みつかないのさすまたを持ってるじゃねえか進んで行って海ダヌキ見つけたらすぐやっつけるのさ あんちくしょうそりゃあ利口なやつだから人間の方へ逃げてきて股の下からすり抜けて逃げてしまうのさあいつの毛はまるですべっこくて油みたいなものだなその日まで私は天下にこうもたくさんな珍しい物事があろうとはまるで思いも及ばなかった海辺にはそんな五色の貝殻のあることやスイカにそんな危なっかしい経歴があろうなんてことは 私はその前まではスイカはただ八百屋の店先に売りに出されているだけのものとばかり思っていた俺たちの方の砂浜には潮が来ると魚がどっさり跳ねてるぜ跳ねるのさみんなカエルみたいに足が2本あってねああルントゥの心の中にはまあいくらでも無限に珍しいことがあるらしい。 そうしてそれは皆私たちの友達の誰もが知らないことなのだ私らは皆ほんのつまらないものばかりしか知らないのだルントゥは海浜に住んでいるのに私の友達は皆私同様にただ屋敷の中に住んでいて高い塀の上の四角な空ばかり見ているだけだ惜しくも正月は過ぎ去ってしまって ルントゥは家から帰ってしまわなければならなかった私は大声を上げて泣き出した彼も台所のうちへ姿を隠してしまって泣いて私の家から出ようとはしなかったしかしおしまいに彼のお父さんに連れられて行ってしまった彼は帰ってからお父さんにことづけて貝殻を一包みと大変美しい鳥の羽の幾本かを私に送ってくれた 私も一二度彼に物を送ったことがあっただがそれっきり二度と顔を合わしたことはなかった今母が彼のことを言い出したものだから私は子供の頃のこの記憶が不意にすっかり稲妻で照らし出されたように心の中に浮かび上がってきたそうして故郷も昔ながらの美しいものになってきた そして母に答えるのであった。素敵だ。それで彼はその後どうですかあれあれも景気がどうも思わしくないようで。母はそう言ったが、外を見ながら、誰か人が来たようだな。道具を買おうというのだろうが、あわよくば持ち逃げするのさ。私は行ってみてくるからね。母は立って出て行った。 外には幾人かの女の声がしていた私は本あるを招いて自分の前に来させて暇つぶしの相手にした字は書けるかと問うてみたよそへ行くのは嬉しいかどうか問うた汽車へ乗っていくの汽車へ乗っていくのだよお船ははじめは船へ乗って おや、こんなにおなりでひげなんかこんなに長く生やしてさ妙に鋭い金切り声で不意に叫んだものがあった私はびっくりして辺りを見回すと目に入ったのは頬骨の出っ張った唇の薄い50歳前後の女が私の前に来て立っているのであった両手を腰骨のところへ当ててスカートは履いていないのが 両足を突っ張ってまるで円を描こうとして広げている時のコンパスのような細い足をしている私は驚いてしまった「わしを見覚えているかね元はわしがお前さんを抱いてやったものだぜ私はますます驚いたものだ運よくも母が来てくれてそばからあしらってくれた」。 これは長いことよそへ出ていたので何もかもみな忘れてしまったのですよ。お前、覚えてはいないだろうね。と私に言うのであった。そらこれが筋向むかいのようおばさんだよ。お豆腐屋のお店をしていた。いや私は思い出した。ほんの幼い頃、表の筋向むかいの豆腐屋の店に一日中座っていた洋おばさんという人が確かにあった。 人々はこの人のことを豆腐精子、豆腐屋小町と呼んでいたものであったおしろいをご手塗りにして頬骨のこんな形の唇の薄いのもこの通りで一日中座りきりだった私はこんなコンパスみたいな格好をしているのは見たことはなかったその頃、世間の人の噂では この豆腐屋が大変商売繁盛するのはこのためだとのことであったがしかし年齢の関係で私は彼女から何の影響も受けてはいなかったものだからすっかり見事に忘れてしまっていたものと見えるしかしコンパスの方では大変不平で軽蔑の表情を見せたいわばフランス人でありながらナポレオンを知らず アメリカ人でワシントンを知らないのを嘲笑うかのようなありさまをして冷やかして言うには「忘れた」って全くご身分の高いお方は目が肥えていらっしゃるからね何そんなわけじゃないよ私はと私は恐れをなして立ったままで言っていた何がどうしたというのです「俊ちゃんお前さん大変儲けたってね」。 持ち運びだって不便ですぜ。お前さんこんなガラクタ道具なんかどうしようっての私にくれてやっていきなさいよ私たち貧乏人には間に合うのだからさ私が儲けただって私はこんなものでも売らなけれゃならないのですよそれにおやおやおやお前さんは都下りのお役人様でありながら儲からないだってお前さんは現に三人も奥方を持って 外へ出るといえば8人鍵の籠で出るくせに儲かってはいないだってこれそんなこと言って私を騙すつもりかい私は言うべきこともないので口をつぐんで黙って立っていたおやおや本当に銭のある人になればなるほどますます一文だって粗末にしないものだね一文も粗末にしないからいよいよお金持ちになるってわけだ コンパスはプリプリしながらくるりと後ろ向きになってくどくどと喋り続けながらのそのそと外へ出ていった続いてまた近いところにいる近しい親戚が私を訪ねてきた私はその人たちに挨拶したりにまとめをしたりしたそんなことで34日経ったある日大変寒い午後であったが 私はお昼ご飯を済ませてそこに座ったままでお茶をすすっている時誰やら表から家に入ってきたような気がしたので振り返ってみて不意のことだったので大変驚き慌てて立って迎えに出たこの時来たのがそれがルントゥであった私は一目見てわかりはしたけれどでも自分の記憶に残っているルントゥとは違っていた 彼の身の丈は倍にもなり以前の赤く丸々とした方はもう灰だ見た黄色に変わっておまけに大層深いしわや小じわがあった目つきは彼のお父っつんによく似ていてそのぐるりは腫れぼったく赤くなっているこれは海辺の人は毎日潮風に吹かれて大抵こんな風になるものだと自分も知っている彼は、 頭にはフェルトの継ぎはぎの帽子をかぶり身には一枚のごく薄い木綿の着物を着て体は震えていた手には一つの紙包みと一本の長いキセルトを持っていたその手は私の覚えているところでは血色のいい丸々と超えたものであったが今ではザラザラに荒れてひび割れて松の木の皮のようになってしまっている 私はこの時大変興奮し何と言っていいものかわからなかったのでただ言った「やあルントゥーちゃんかよく来たな」私は続いて語り出したいことがたくさんあった考えは呪術なぎに後へ後へと続いて出てくる「うずらだの跳ねる魚だの貝殻だの海だぬきだの」しかしなんだか打ち解けるのを妨げるものがあるような気がして 頭の中では動いていながらも口に出して言い出すことはできなかった彼は立ったままでいた顔には喜ばしさに混じって打ち解けない表情があった唇を動かしてはいたが声はしなかった彼の態度は堅苦しいものになってはっきりと叫んで言うには「旦那様 私は身震いが出た。私はすぐ悟ったが我々の間には悲しむべき熱い障壁ができてしまっているのであった私も何も話し出さなかった彼は振り返って言うには水春や旦那様に頭を下げないかいそこで 後ろに身を隠していた幼子を引き出してきたこれはそっくり二十年前のルントゥでただ少し顔色が悪く痩せて首には銀の飾りがないだけであったこれは五番目の子供ですが人前へ出たことがないものだからビクビクしてきょときょとしています母とホンアルトが 2階から降りてきた多分私たちの声を聞きつけてきたのであろう。大奥様、お便りはありがとうございました。私はもう嬉しくてしようがないのでございますよ。旦那様がお帰りだと承りま,ましたものですから、トルントゥが言った。これお前さん、なんでそんな他人行儀なこと、お前たちは以前には兄弟として話し合っていたではないか、しゅんちゃんと。 昔のの。通りに呼べばいいいではないの母は愛想よくこう言った「おや大奥様とんでもないどうしてそんなことができますものかあの頃はほんのガキでしたので何のわきまえもございませんでしたのでルントゥはこう言ってまたも水春を呼んで私に会釈をさせようとするのだけれどこの子はただはにかむだけでしっかりとかじりついて」。 彼の後ろへくっついていてた。「それが水春かい ?5 番目の子供だね。これは初めて見る子だもの。知らない人を応じるのは無理もないわけさ。こりゃ本あるやあれを連れて行って外で遊んでおいで」と母が言った。言われて本あるは水春を招くと水春はいそいそと本あるに連れられて出て行った。 母はルントゥーに座を進めたが彼はただもじもじしていておしまいにやっと腰を下ろして長いキセルをテーブルの脇に持たせかけ紙包みを差し出して言うには「冬はこんなものきりしかございませんこれは青豆を乾かしたものですが田舎ではこれを直でこしらえるのですどうぞ旦那様私は彼に暮らし向きのことを問うた」。 彼はただ頭を振るだけであった。とてもひどい、六人の子供が集まってごたごたしていますが、とても食ってはいけませんや、それによく収まっていないものだから、こんな地方では銭がかかってしようありません。起きてはなくなるし、収穫はだめだし、できたものを取り入れて売ってみても、何度も税を取り立てられて元は切れてしまう。 と言って占いでは腐らしてしまうだけだし彼はただ頭を振るだけであった顔には深いシワがいろいろに刻まれていたがまるで動かず石像か何かのようであった彼は苦しさをしみじみと感じて言い表すこともできないのであるだいぶしばらく黙ってしまってキセルを取り上げ 黙り込んで煙をふかしていた母が彼に問うとうちには用事がたくさんあるとかで明日は帰るというまた昼飯を食べていないということなので彼を呼んで一人で台所へ行って飯をこしらえさせて食べさせた彼が出て行ってから母と私とは彼の暮らし向きを嘆いた。 子沢くさんで不作続き税金は辛い軍人物取り役人たち旦那衆皆寄り集まってあのデクノボーみたいな男一人を苦しませているのである母は私に言うには持っていくにも当たらないようなものはそっくり彼に残しておいてやることにして欲しいものを彼に寄らせることにしよう昼過ぎになって 彼は気に入ったものをいくつか襟出した長いテーブルが2つ椅子を4つ人揃いの香炉と食材とはかりを1皿彼はまたわらばいを欲しいというのであった私どもの郷里では飯を炊く時わらを燃やすのだがその灰が砂地の肥料になるのである私たちの出発する時が来たら 彼は自分の船を回してきて私たちを乗せていってくれると言った夜は私どもはちょっと話をしたがこれは別に用もないことばかりであったその翌日の朝早く彼は水心を連れて帰っていったまた9日ほど経ったこの日が私たちの出発の日取りであった ルントゥは朝早くから来た水春は連れてこないでその代わりに5つぐらいになる女の子を連れてきて船の番をさせていた私たちは一日中大変多忙で話をしていることさえできなかった来客も少なくなかった見送りの人もあったし物を取りに来た人もあった見送りと物取りとを兼ねているのもあった夕方になって 私どもが船に乗った頃になったらこの古河の中にあるありとあらゆる種類のものは一つ残らずきれいに片付いてしまうことであろう私どもの船は進んでいった両岸の山々は夕方の薄明の中にあって青黒く次々に現れ出てきては船の後ろの方へ消えていってしまうのであった本案は 私と一緒に船の窓に寄りかかって外のぼんやりとした風景を眺めていたが不意に問うのであったおじさん私たちはいつになったら帰ってくるのでしょうね帰ってくるってお前まだ息もしないうちからなんだって帰ってくることなど考えてるのだって水春にうちへ来て遊んでくれと言われているのですもの 彼は大きな黒い目をぱっちりと見開いてがんぜなく考え込んでいるのであった母と私とはそれに気を取られてまたルントゥが思い出されてきた母が話すにはあの豆腐屋小町の洋おばさんはうちで荷物ごしらえを始めて以来毎日必ず来ぬ人手はなかったものだが先日あの灰を積んであったところから や小皿など遠余りもも出してきたものだ言い争ってみた後に「これはルントゥが埋めておいたものに相違ない」「彼は灰を運ぶ時にそれも一緒に家へ持っていくつもりだったに違いない」と言って「ヨおばバさんはこれを見つけ出したのは自分の大変な手柄だ」というのでそれにつけて犬じらし「これは私のきょりの養鶏の道具で木の板の上に柵が取り付けてあってその中に食料を盛るのだ」 鳥は首を伸ばしてそれをついばむが犬にはできないのでそれを見て犬はじれて死んでしまうというものを取っていってしまった飛ぶように逃げていってしまったが何しろかかとの高い小さな靴を履いているものだから急ぐと危うく転ばんばかりになって逃げていったよ「子歌は私からだんだん遠ざかっていってしまう故郷の山水も 皆少しずつ私から遠のいてしまうそれなのに自分はそれをさえさほどに名残惜しいとも思わない私はただ自分のぐるりを取り囲んでいる目に見えぬ高い壁それが自分を独りぼっちにしていることに気づいてそれが少なからず私をもだえさせるのであったあのスイカ畑の上に 銀の首飾りをしていた小英雄の面影は私には十分はっきりしたものであったのに今になって急にぼんやりしたものになってしまったこれがまた私を非常に悲しくさせるのであった母は本あるともう眠ってしまった私は身を横たえて 船底にジャブジャブと当たる水音を聞きながら私は自分の生涯をまた私とルントゥとこんなに駆け隔てさせてしまったものを考え私たちの後輩にしてもやはり同じことでホンアルが推進を持っているのもこんなものではないか私は彼らが私に似ないように 「また何人の上にも隔てができないようにと希望する」「そうして私はまた彼らが同じものになるからといって皆が私のような苦しい放浪の生活をするようになることを願わないしまた皆がルントゥのような苦しい麻痺した生活をするようになることを願わないまたその他の人々のような苦しいわがままな生活をすればいいとも願わない」 彼らは、私たちがまだ身も知らないような新しい生活をすればいいのにと思うのである私は考えていて希望に至ったのであったがたちまち心配が起こってきたルントゥが香炉に食材を添えてほしいと言った時彼は偶像を崇拝してどんな時にも忘れることができないものだと私は 腹の中で彼を嘲笑っていたものであったが、今私が希望と言っているものも、これも自分のお手製の偶像ではないだろうか。ただ彼のものは通説で非近なものであり、私のものは暴漠荒猿な、取り留めのないものであるだけのことである。うつらうつらとしているとき、目の前に打ち開けてきたのは、 海辺の青々とした砂地の一角であった上には根性の空に一輪の金色の丸い月がかかっている私は考えるに希望というものは一体あるものなのかないものなのかそれはちょうど地上の道のようなものである本当を言えば 地上にはもともと道はあるものではない。行き交う人が多くなれば道はその時できてくるのである。